今回は、老齢給付の論点について学習していきたいと思います。まずは、老齢基礎年金についてお話ししていきますが、はじめに年金の体系図から、老齢基礎年金の位置づけを確認しておきたいと思います。老齢基礎年金は、一定の年齢になると死亡するまでもらえる国民年金の給付で、1回部分の話です。 老齢基礎年金は一定要件を満たした人が原則として65歳になった時から受給することができます年金はいくらもらえるのかを気にする人は多いですがそれよりまず気にかけなくてはいけないのが本当にもらえるかどうかということです年金を受給するためには受給資格期間が10年以上ある必要がありますこれはつまり 基本的に保険料を10年以上納めた人が老齢基礎年金を受給することができると思ってください。ただ、場合によっては10年以上保険料を納めていなくても受給することができる場合があります。というのは、年金をもらえるかもらえないかを判定する受給資格期間は保険料納付済み期間とイコールではなくて 保険料納付済み期間に保険料の免除期間と猶予期間、それと合算対象期間を足したものだからです。ですから事情があって保険料を納めることができない場合でも勝手に滞納すると何もいいことはありませんが役所にお伺いを立てて免除や猶予をしてもらっていると少なくとも 年金をもらえるか否かを判定する段階においては有利になります次は老齢基礎年金の受給額についてです老齢基礎年金の受給額は年間78万100円ですが全員が同じ金額をもらえるわけではありませんなぜなら保険料を10年しか納めていない人と40年納めた人が 同じ額の年金をもらうのは不公平だからです。そこで、老齢基礎年金は、納めた保険料に比例して支払われる仕組みになっています。つまり、この七十八万百円というのは、二十歳から六十歳まで四十年間。四百八十回保険料を納めるチャンスがあるうち、休まず四百八十回納めた人がもらえる満額です。 ですから保険料を30年年ししか納めてていいななと、もらえる年金は4分の3になってしまいまます。また免除や猶予を受けると年金を受給することができるか否かの判定で有利になるというのは先ほど申し上げた通りですがそういう人たちがきちんと保険料を支払った人と同じ金額の年金をもらうというのは不公平感が高いですから 免除や猶予があった期間分については保険料をきちんと納めた期間に比べて年金が少なくなるように計算式が複雑になっています次は繰り上げと繰り下げについてです老齢基礎年金は受給資格期間の要件を満たした人が原則として65歳になった時から受給することができますが申請すれば 65歳よりも早く受給ししたたりりあるいは65歳以降に受給したりすることももできますす65歳よりも早く受給することを繰り上げと言って最大5年間繰り上げることができますこれは言ってみればわがままを言って国から年金をもらっているわけですからもらえる金額が少なくなるペナルティがあります具体的には 0.5%に繰り上げた月数をかけた割合だけ年金が減額されて最大で60ヶ月分30%が減額されます一方65歳よりも遅く受給することを繰り下げといってこれも最大5年間繰り下げることができますこれは国の財源に協力しているわけですからもらえる金額が増える見返りがあります 具体的には0.7%に繰り下げた月数をかけた割合だけ年金が増額されて最大で60ヶ月分42%が増額されます繰り上げや繰り下げは一度選択してしまうと取り消すことができませんから慎重に行う必要がありますちなみに 一生のうちトータルで受給する年金の額について考えてみますと65歳から受け取り始めると画面の通り時間に比例してだんだんん増えます。そして繰り下げた場合は受給開始以降これよりも高い割合でトータル受給額が増えるわけですが仮に70歳から受給を開始したとすると。 65歳から受給するのに比べて1.42倍のペースで増えますからいつか逆転しますこの分岐点はいつなのかつまり何歳まで長生きすると70歳から繰り下げた方が得なのかという年齢はだいたい82歳です別に5年間も繰り下げなくても繰り下げ受給を開始した年齢から 大体12年間生きると65歳から受給するより得になる計算です。続いては、老齢厚生年金についてお話ししていきますが、はじめに年金の体系図から、老齢厚生年金の位置づけを確認しておきたいと思います。老齢厚生年金は、 一定の年齢になると死亡するまでもらえる厚生年金保険の給付で2号被保険者の2回部分の話です。老齢厚生年金は1ヶ月以上厚生年金保険の被保険者期間がある人が原則として65歳になった時から受給することができます。ただし老齢厚生年金は2回部分の話で 1>, 1回あっての2回ですから、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ受給することはできません。年金額は納めた保険料に応じる金額で、保険料を納めれば納めるほどたくさん年金をもらうことができます。それから、老齢基礎年金と同じルールで繰り下げと繰り上げを行うことができます。ちなみに、 繰り上げと繰り下げについて、年金を繰り上げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはいけないんですが、年金を繰り下げる場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げることができます。次は、特別支給の老齢厚生年金についてです。これは、 名前からもわかる通り厚生年金保険の話です実は老齢厚生年金は昔は60歳から受給することができていたんですが昭和の終わり頃に法律が改正されて65歳から支給されることになりましたただ制度の変更当時59歳だった人に対していきなり65歳からになりましたと言ってしまったら その人の人人生設計が台無ししになってしまいますそこで制度の変更当時男性で45歳女性で40歳になっていると今まで通り60歳から支払いますがそれより若いと65歳まで時間があるので徐々に支給を遅らせますよという経過措置を作りました。それが 今から学習すする特別支給の老齢厚生年金です普通の老齢厚生年金は基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月でもあれば支給されますが特別支給の老齢厚生年金は基礎年金の受給資格期間を満たしていてかつ厚生年金保険の被保険者期間が 1> 1年以上なけれれば支給されま,せんまた、繰り上げや繰り下げができないのも普通の老齢厚生年金と違うところです。それから退職してから特別支給の老齢厚生年金をもらう場合、雇用保険の基本手当と同時に受給することはできません。なぜなら、年金は基本的にリタイアして働く意思がない人に対して、 老後の保障として支払うものであるのに対して基本手当は働く意思がある人に支払われるというのが大前提でこれらは相入れないからです。基本手当の受給を申請して働く意思があるというのなら老後保障である特別支給の老齢厚生年金は払いませんという理屈です支給額の計算式は覚える必要はありませんが 一応、特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分という金額と定額部分という金額を足して求めるということだけ押さえてくださいちなみに報酬比例部分の金額は通常の老齢厚生年金の金額と等しいです特別支給の老齢厚生年金を図を使って説明しますと 昔は60歳から老齢厚生年金が支払われていたのを65歳から支払うようにするための経過措置で60歳以降65歳まで支払われる部分が特別支給の老齢厚生年金です制度の導入当時すでに一定の年齢以上であった人に対しては 従来通り60歳から報酬比例部分と定額部分を支払いますがある程度若かった人に対しては定額部分の支給開始年齢を61歳からにしますもっと若い人は62歳さらに63歳64歳定額部分は支給停止と徐々に定額部分の支給開始を遅らせますそして もっと若かった人に対しては報酬比例部分の支給開始もだん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 徐々に徐々に遅らせて最終的に老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始を65歳からに合わせようという仕組みです続いては下給年金についてです年金の体系図から下給年金の位置づけを確認しておきたいと思いますが 実は下給年金という年金制度があってそれに保険料を支払っているわけではありません。これは老齢厚生年金の上乗せ給付の話ですから迷わないようにしてください。下給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に65歳未満の配偶者がいて一定要件を満たす場合 老齢厚生年金の給付を増やそうとする制度です配偶者を扶養している人が退職して収入がなくなった時に引き続き配偶者を養わなくてはいけない場合は大変なので家族手当が上乗せされるというイメージですそして配偶者が65歳に達すると配偶者自身の老齢基礎年金の支給が開始されますので 下級年金は停止されますただ、下級年金が停止されて、配偶者の老齢基礎年金の支給が始まった場合、世帯単位で見れば収入が減少する場合もありますから、振り替え加算として、多少配偶者の年金が増額される制度があります。細かい条件は抜きで、下級年金のイメージを図で確認しますと、 下給年金は報酬比例の年金と老齢基礎年金などのプラスアルファが支払われる場合に支給されますそして配偶者が65歳になると支給停止されて振替加算として配偶者の年金額がアップしますちなみに下給年金は老齢厚生年金の制度ですから老齢厚生年金を繰り下げると支給が停止されますし 老齢厚生年金と違って、て繰り下げても増額されませんから注意が必要です。ただ老齢基礎年金だけ繰り下げるのであれば下給年金は支給されますから下給年金を受け取りたいのであれば老齢厚生年金は繰り下げずに老齢基礎年金だけ繰り下げるという方法が考えられます最後は在職老齢年金についてです 年金の体系図から在職老齢年金の位置づけを確認しておきたいと思いますが在職老齢年金というのは働きながら老齢厚生年金を受給する場合一定要件を満たすと年金が減額される仕組みのことですから2号被保険者の2回部分の話です老齢厚生年金は 繰り上げを行うと60歳から支給されますし65歳以降も働き続ける人もいますから給料をもらいながら老齢厚生年金を受け取る場合がありますこのような場合年金というのは老後の保障ですからたくさん給料を稼いでいる人に対して老後の保障を手厚くする必要はないという考えのもと 老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計金額が一定金額を超えると老齢厚生年金がカットされる仕組みがあります具体的には60歳以上65歳未満では28万円65歳以上では47万円がラインとなっています先ほどの位置づけでも確認した通り これはあくまでも老齢厚生年金の話ですから、老齢基礎年金がカットされることはありませんし、下級年金も老齢厚生年金が全額カットされない限り、減額されずに支払われます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。